じゃあサクッとコベビエンナーレの方いきますけど、コベビエンナーレは、11月の21と23、2回にわたってみました。で、会場が4つありまして、1つはその、元町の高架下っていうのがあって、上を阪急電車が走っていて、その下が商店街、雑多な商店街になってるんですけども、そこの部分でやられていると。会場としてはここが一番面白かったんですね。で、段ボールで仏像を作ってるコンボリさんの作品。この人、前回のね、大賞取った、取ったかな、なんか奨励賞、賞を取ったんだね。取ってますね。で、イナックス、ギャラリーでも展示をしていました。それは神戸ビエンナーレで賞を取った後だったから、それがなんかいいきっかけになったんじゃないですかね。そろそろ次の表現を見せてほしいなっていうところなんですけど、で、これは建築家の作品で、タトアーキテクツさんって神戸にありまして、そこの作品で、どういうことかというと、ある種無限回廊みたいになっていて、四つ角に鏡が斜めに置いてあるんですよ。だから延々とループしていく空間が出来上がっていて、僕の、後ろ姿っていうのが映ってますけど、それを追いかけるように、行くと、その前の人も逃げていくみたいな状態です。建築家らしい提案でしたね。で、これが大賞かなんかを取った、作品なんですが、ちょっとごめんなさい、写真ブレてて、暗い空間で、最初は明るいんですけども、暗くなると蛍光塗料に、で、壁のシミがマーキングされていて、それが浮かび上がってくると、その土地の痕跡みたいなものを、紡ぎ出すような作品になっていました。で、これが、トイダさんっていう人の、時を紡ぐマークスという作品ですね。シミに蛍光塗料を塗っています。で、私の意思っていうのが次に来ますけども、セメントで、実際に石を作って庭みたいな空間を作り出した。すごいねこれ、結構な大変、結構大変だろうなと思いましたけどね。じゃあ次に、これは0倍0倍0東京で活躍してる人たちですけども、彼らが展示したのは、上が電車走ってるんで、ガタガタって音がすると音に反応して ライトがつくということなんですけど、これは空間の提案でもあって、この場所で、野外ライブであるとか演劇をやったりだとかってステージとしても使えるように設計されています。これはね、三浦誠さんという人の作品で、ガラスに何か刻みエッチングをするような作家さんなんだそうですけども、今芸大の院生の人ですね。で、普通の日常のいうガラス容器なんかもこうやって収密させて、ちょっと手を加えてスリットでしか見れないようにしてあげると、非常に面白く見えてくるなという作品です。これは実はうちの関係者が作ったものなんですけども、銀の飴、金の輪っていうボタンを使った作品ですね。全部これ敷き詰められてるのがボタンで、空中も飛んでるのもボタンであると。結構良かったなと思うんだけども、残念ながら奨励賞止まりで特別賞も取れなかった。その他、結構大掛かりなインタラクティブな映像作品があったり、これはボタン、これは違うんだけど、ボタンじゃないか、映像作品で影に反応して画面が変わるってよくあるじゃないですか。シルエットの部分だけそのエフェクトがかかるような映像作品の点が、でもこういうのももう正直ちょっとつまんなくなってきてるなっていうのを感じてみました。そういったインタラクティブの作品があったり、ギャラリー空間を作ってみたりとかいうのアプローチがあって、インタラクティブってすごい難しいよね。どういう意味で？いや、なんか 見る人がどういう反応するかっていうのを想定しなきゃいけないのと、やっぱ装置的な技術の問題があって、アーティストはアイデアはあるけど職人じゃないから、その装置を作るのが難しいっていうのがあるよね。そういう場合はなんか装置を作れる人とコラボレーションでやるっていうのが一番近いんだろうなと思うけどね。そうだね、
今年は、震災があったので、いつもはコンテナを置いてやってるんだけども、そのコンテナがなんか震災の影響で手に入らない。あれでしょ、震災地に行ったんでしょ、コンテナが。違うの、うん、物運んだ。あと実際に、うん、潰れたりとかもあったのかもしれないけど、うん、あ、コンテナをに住んでるんじゃない。違う、そういう、それはないと思うよ、うん、で、もうどう返していいか分かんないみたいな相当困ったね。いや、そこでね、コンテナに住んでるんじゃないとか言われても、それね、なんか失礼だしとか。まあそれは置いとくとして、今年はだから商業施設の中、ちょうど改装中のところがあったんで、それでやってましたけど、あんまりでしたね。で、文化庁メディア芸術祭のが一番面白いみたいな状態で、まあ、空間の仕切りがちょっとね、問題があってうまくいかなかった。で、神戸ビエンナーレの一つの特徴は、生け花の人たちが出しているということで、彼らはね、結構面白いことになってきていて、現代アートの場だから現代アートをしなきゃいけないっていうふうに考えてるんだと思うんです。で、これ生け花で、生け花で、これでは普通なんだけど、これなんかね、それこそギラギラの映像作品が周りをこう囲っている中に花が置いてあるみたいなのとか、変なこう結合が起きてきて、それがね、なかなか面白い。で、これのすごい、すいません、ブレてますけど、小原さんの作品なんですね。小原のり子さん。小原のり子さん。うん、で、これが、なんとかな、光の庭神戸っていうタイトルで、で、ここから先はほとんどなんか作家名出てくることないんですけど、大体箱の中っていうのはこんなトーンです。最近のコンテナ店の選ばれる基準っていうのは、まあ、審査員の目がこういう方向に向いているなっていうところで、みんな真っ暗スペクタクル、みんな暗いの好きだね、うん、まあ、選ぶ側の問題だと思いますよ、これは。その中で一番良かったのが、パリの団体で、ホールドアップっていうところがあって、それがやってるフロムオフトゥオンっていう、まあ、自分でそのペンを使って蛍光ペンを使って書いていけるっていう作品が、まあ、その中ではまあ面白かったかなと思います。で、外壁なんかも彼らがすごく凝っていてっていうような感じですね。で、そのさらに上ではこういうなんか市民芸術祭的なことも一緒に行われていると。ちょっとコメントしていいですか、はい、神戸ビエンナーレの、まあ、僕の目から見て一番素晴らしいなと思うところは市民参加ですね。やっぱこの市民参加の規模っていうんですか、やっぱ参加してる人の数がものすごいんですよね。小学生の絵のコンクール展とか、まあ、いけばな展もそうですしね、もうなんとか展っていうのがめちゃくちゃ多いんですよ。そうだね、カタログに載らないからめちゃくちゃ省略されてるぐらい参加してるっていう、あれがいい、素晴らしいなと思いますね。まあ、だからガチな、なんかビエンナーレを期待するとちょっと肩透かしを食らうと。ただ市民芸術祭として見た場合には面白いかもしれないっていうあたりの評価ではないかなと思います。で、会場、兵庫県立美術館も会場の一つになってまして、つい先日って言ったらいいのかな、会期始まるちょっと前ぐらいに、お亡くなりになってしまった具体の元永さんの作品が展示されてますね。で、具体と同じ時期にドイツで活躍していたゼロという集団があって、まあ、50年代とか60年代なんですけど、そこの作品と具体の作品っていうのを並べてみせるというような企画をやっていました。結構面白かったですね。オットー・ピーネって言ったトーンっていう人の作品なんですけど、テーマがね、今回神戸ビエンナーレに関してはキラっていうなんかわけわかんないのがついてたんだけども、あれデスノートの影響ですか。いや、違いますか。僕それ見たことないんでわかんないけど、とにかくね、光もんっていうのが多いんですね。ごめん、拾えないな。で、大西信明さん、大西信明さんって知ってますかね。三田村くんとは前に一回これ見てますよ、ナックスで。思い出した、思い出した、自分を撮ってる人だ。いや、違う、関西の京都の方で、陶器の作品、陶器じゃなくて、陶器じゃなかったっけ、樹脂で、樹脂か、
リアルなものを作って、はいはい、その一部分だけを透明にしておくことでそれが樹脂の作品であるというふうに分かるものを作っている人なんですけど、今回そう名刺もらったでしょ、うん、一緒に見てるのいなくて、で大西さんは今回その若手企画みたいなのでビエンナーレの一環で出しています。今回これだとちょっとよく分かんないんだけど、同じものが2つ会場には置かれていて、それをどっちが本物なのと思ってみると引っかかるっていう作品。あれあの人みたいなね、ペドーネ、ジュゼッペ・ペドーネみたいなね、だと分かりやすいけど、あの、ね、両方実はコピーであると。あ、待って、それ引っかけじゃん。どっちかが本物でどっちかが偽物じゃなくて、それに引っかかってはいけませんよっていうこと。ああ、やられた、負けた。すごい。ということで、今日は負けました。これは、ね、好きな作家でもあるんですよ。あ、これちなみにどっちがどっちか、素材っていうか。あ、これどっちもどっち。ああ、なるほど。どっちもコピー。要するに両方とも偽物、偽物っていうか作家さんが作ったものですよね。そうそうそう、うん、でこのように置かれてしまうと、でもあのどっちが本物かなって見ちゃうんでね、あれは、ね、確かにね、っていうのをついてくるような作品で、あの、よかったですよ。で、顕微の核に恥じない展示でしたね。ちょうど榎木忠さん、あの、神戸では有名なんですけども、榎木忠さんの、まあ、もうね、神戸で一番有名なアーティストの一人でしょうね。マッチョな作品がこう並ぶというのもやられていました。で、榎木忠さんね、あの、三田村くんすごい大好きな作家だと思うよ。あの、写真撮っていいですよって。あ、多分でも榎木忠さんも僕のこと好きだと思う。写真ね、あの、榎木忠さんのハンガリーにハンガリーで行くっていう作品が有名なんですけど、素晴らしい。あの写真の方の作品なんですけど、見たことあるよね、この大事な。ハンガリーに行くっていうさ、でも実際に行っちゃうところがすごいよね。いくら考えてさ、ウフフって笑うだけじゃん、そんな考えついても。結局入れなかったんだけど、入国拒否されたんだよね。で、まあ、RPM みたいな長くなるからさ、RPM の作品が来て、はい、で終わりと。で、別の会場で海っ端でも、まあ、神戸海の特徴なんで海の方でも展示がありました。ここで、やられているのは、これ一見彫刻作品だと思うんですけど、面白いですよ。これ生け花の作品なんだそうです。生け花がね、狂ってるね、神戸は。これもそう、だね、完璧に、あの、こそこのピンクの看板にアウトって書いてあるでしょ。アウトだね、生け花野外展ということで。アウトだわ。そういう、そう、いや、作品が何でもないです。とにかくその美術の人たちを完璧に食っちゃうぐらい面白い。これもいけばな、アウトだわ、パフォーマンスの人もいるんだけど、アウトだわ。え、これこういう風に僕が突っ込むのを期待してでしょ。それはまた違うで言うけど、あの、この他今回で写真見せてないけども、現代アートの作品、失礼アート展っていうのも同じ場所で出ていて、後ろの方にちらほら見えてるけども、それより断然あの生け花の方が面白かったね。なんかね、このビエンナーレっていう現代アートのフィルターを通ることによって、生け花の人たちの考え方がなんかあさっての方向に向いてしまっている。こんなん出ちゃうっていう、面白いよ本当に。で、結構ね、地元ではあのなんか一瞬見せて戻すっていうのがなんか、ね、何かの意思を感じるんですけど、何ですか。さっきから、いやいや、いけばな、話したいないなと思って、ちょっといけばなのは、あの、案外その邪魔な存在みたいに美術関係者から思われてるんだけども、あの、僕は面白いなと思ってますっていうことで、まあ、こういう人もいたんですね、その場所に。これは僕が5歳の時に見てたらトラウマになるでしょうね。あの、携帯でなんか撮影をしてあげてるところだったんですけど、この他にね、何すかこれ、お箸の他に橋本さんだとか何人かでやってるパフォーマンス集団のうちの一人だった。
これ生け花の人じゃないですよね。生け花の人ではないです。これが生け花だったらもうトラウマだわ。寺田さんそれいいとこ行きましたね。ここの頭に花が咲いてればもう現代生け花かもしれないとか思って、っていうとこではもうおしまいですね、これで。はい、で、まあ駆け足だったけど、僕はロッコ・ミツァートと神戸ビエンナーレの紹介でした。で、三田村くんも参加している、次はその奈良のプロジェクトだっけ、はい、どっち話すの、松戸はいいか、奈良の方だけ話してください。はい、これで、最後になります。あ、間違えた、久慈くんの作品が出てきちゃった。それは作品じゃなくて俺の展示じゃないか、これは。あ、久慈くんこんなことやってたんですかね。いいから、ちょっと時間がないので早く。じゃ間違えたんだよ、先で言ってください。もうはい、次奈良アートプロムの話をしたいと思います。奈良と聞くと、まあ日本で一番古い都を想像する人が多いと思うんですけれども、そこで現代アートをやろうっていうちょっとあのクレイジーな集団がありまして、まあ、そういう人たちが好きなんで僕は一緒に展示させてもらいました。で、今年2回目、奈良映像古典パンダン展と、古典とアンテパンダン展を、組み合わせて古典パンダン展で、今年はですね、奈良アートプロムにとっては本番の年じゃないというんですかね、あのビエンナーレトリエナーレ形式でやっていくので、今年はちょっとお休みの年でして、展示の規模としては、小さいということでした。ばっか撮ってるからなかなか進まない、はい、でこれ自分の作品なんですけれども、ちょっと自分の作品については、語らずに全体的な話をしていきたいと。僕行かなきゃいけなかったんだけど結局行けなかったんですね。会期がね、すごく短かったんです。3日間ですか。3日でやったんだよね。でこの時にあの作家をこの場所に紹介しておきながら自分でその見に行っていないという手たらくをしてしまったんでね。林由紀くんの作品とかあるかな。あるある、まあ、とにかくね、映像作家しかいないっていう趣旨でやってた展示なんで、とにかくね時間がかかるんですよ、見るのに。それがね大変でしたね。で僕誰もいない時に勝手に早回ししたりしてましたね。ごめんなさい、あの拾いませんけどね、そういうお家は。で、あとね、写真であの伝えてても残念なんですけど、これ映像作品なんで、それを写真に撮って見せてもやっぱりね、申し訳ないなと思うんですけどね。でもまあ一応見せられるっていうこと。分かった分かった、あの、はい、映像展があったということで、はい、あの次花と行きましょうか。次行きますか。作品が出てる方を見よう、はい